骨粗しょう症、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 オスティーパーシスとは、後天的に発生した骨密度の低下、または骨質の劣化により骨強度が低下し骨折しやすくなる疾患あるいはその状態を指す。骨粗しょう症のほとんどを占める老化に伴う原発症骨粗しょう症と続発性骨粗しょう症とがある。後者は、 疾患、特にステロイドのような医薬品など薬物、栄養などによる二次的なものである。骨は多孔質構造で網目状の骨架強によって強度が保たれている。骨架強は骨が細胞による骨形成と破骨細胞により骨吸収によって常にリモデリングが行われており古い骨を壊す一方で新しい骨を作ることで一定の状態を保っている。 骨粗鬆症の病態は骨吸収の相対的更新による骨下強の脆弱化である骨吸収の相対的更新は性ホルモンの低下によって加速されるので閉経後の女性に多いさらに女性は男性に比べて元々もともと骨量が少ないため形成吸収のバランスが崩れた時に症状が表面化しやすい大腿骨や椎体骨の骨は いわゆる高齢者の寝たきりの原因となり、生活の質、QOL を著しく低くする。日本では、厚生労働省などによると、国内の患者は、高齢女性を中心に年々増加しており、自覚症状のない未受診者を含めると、推計で1100万人超に上る。患者の8割は女性である。高齢の女性に多く、60代女性の3人に1人。 70代女性の2人に1人が患者になっている可能性があるとされる。初期段階に自覚症状はなく骨折して初めて気づくケースも少なくない。アメリカ合衆国では3000万人に症状が現れていると考えられている。骨粗症症は大きく原発症骨粗症症と続発性骨粗症症に分けられる。閉経や老化に伴い、 骨密度が低下するタイプのものであり、骨粗症症のほとんどは原発性である。エストロゲン低下が主な原因であるが、加齢に伴う人機能の低下によって生じるビタミン D の酸性、低も原因となる。女性では閉経後骨粗症症が多く、更年期におけるエストロゲン分泌量の低下が原因となりほとんどの女性に骨密度低下が認められる。女性では、 エストロゲンは卵巣で産生される。また、閉経後女性にエストロゲンを補充すると、骨量の減少が抑制される。妊娠に伴う、骨粗症症も、原発症骨粗症症の一つとして数えられ、母体のカルシウムが胎児に移行してしまうことが原因である。高齢の男性では、テストステロン量が減少するため、エストロゲン量も減少し、 骨密度の低下につながると考えられている。男性では、卵巣がないため、類似の構造を持つ、テストステロン、男性ホルモンから変換して産生する。男性では、女性のように、更年期で急速に、エストロゲン産生量が低下して、骨粗鬆症に陥るということはないが、加齢は骨量の減少要因の一つとなる。男性でも骨密度の低下と、血中エストロゲン量には、 相関があることも示されている。続発性骨粗しょう症とは何らかの疾患のバックグラウンドの上に成り立つタイプのものである。続発性骨粗しょう症の中にはさらに内分泌性、栄養性、薬物性、主にステロイドによる不動性、先天性という細分類がある。薬剤消骨粗しょう症の原因。 診療ガイドラインの国際標準の作成手順となっているグラードを用いて作られたものはナイスガイドラインとユスフのみである骨粗しょう症の診療ガイドラインには日本の骨粗しょう症の予防と治療ガイドライン作成委員会が作成した骨粗しょう症の予防と治療ガイドライン2015年版 JCS2015 のほかイギリスのナイスガイドラインとサインガイドラインアメリカのアイキシーノフ ユスフがある。また、ステロイド骨粗しょう症では、日本骨代謝学会が、ステロイド症骨粗し症の管理と治療ガイドライン14年改定版を作成しており、アメリカには2010年に改定された、米国リウマチ学会のステロイド骨粗しょう症の予防と治療の推奨を発表している。JCS2015 には骨粗しょう症のスクリーニング、対象者の記載はない。 ユスフでは65歳以上の女性をスクリーニング対象としている。慣習的に65歳以上の女性、65歳未満でステロイドの全身投与を行う予定のある男女、転倒やふらつきのリスクがある男女をスクリーニング対象とすることが多い。スクリーニングでリスク評価をする項目は骨密度の測定と骨折リスク評価ツールであるフラックスを用いる。 その結果以下の4パターンでは薬物療法の適用と考えられるが、これらの基準は絶対的なものではない。例えば寝たきりで転倒する機会が乏しい場合、余命が限られているため、服薬が困難な場合は治療する意義は乏しくなる。ドキサ、またはデクサと呼ばれる骨密度測定法は2種類の異なる X 線を骨に当てて、骨と他の組織における X 線の吸収率の差から骨密度を測定する方法である。土器差は正確に骨密度を測定できる方法として、風の基準に組み込まれており、2017年現在、骨粗しょう症の標準的な診断方法となっている。骨炎定量とも言う。測定部位は JCS2015 では、腰椎 L1L4、または、 L2L4 と大腿骨筋位部の両者を測定することが推奨されている。日本では性別ごとの若年成人平均値、ヤングアダルトミーン、ヤムを基準値として何パーセントかで算出される。これに対して、欧米では若年女性20から29歳の骨密度を基準とした標準偏差値である T スコアを用いる。T スコアのマイナス2.5がヤム70%に、 相当する。なお、同年齢との比較は、Z スコアで行われる。ドキサの診断特性は、T スコアマイナス2.5以下を基準とした場合の、椎体骨折の有無に対して、腰椎のドキサは、感度71.2%で得意度97.2%であった。大腿骨筋異部のドキサでは、感度33.8%で得意度が97.2%であった。 椎体骨折に関しては、椎骨の土器差の方が望ましいが、椎体圧迫骨折があると、見かけ上骨密度が高くなるため、腰椎 XP で圧迫骨折がない子を確認することが必要である。日本骨代謝学会によるフローチャートによると、腰椎側面の X 線撮影で病的骨折が認めなければ骨炎定量を行うこととなっている。若年成人平均値。 ギャムを基準値として70%未満であれば、どの部位であっても骨粗しょう症と診断する。測定部位は、腰椎、大腿骨、頭骨、第二、中手骨、小骨いずれでも良いとされているが、最も望ましいのは、腰椎とされている。70%から80%の範囲では、骨量減少である。頭骨では、ビスホスホネート、 ビスフォスフォネートの治療効果判定ができ超音波を使用した骨密度定量は結果のばらつきが大きく、骨粗症症の診断に使用するのは適切ではないとして適正な測定方法に含まれていない。高齢女性においては2 0ルギー x 線、吸収法、ドキサポーは骨折予測にあまり有用でないという報告もある。手の骨と 階段状になったアルミニウム板と同時に、X 線撮影し、骨とアルミニウムの濃度を比べることによって、骨密度を測定する。CT を用いて、骨を撮影する。超音波を用いて、骨密度を測定する。X 線被曝の恐れがない。フラックスは2008年に、風から10年以内の大腿骨筋異部骨折と、主要な骨粗しょう症性骨折。 大腿骨筋異部骨折、上腕骨筋異部骨折、頭骨炎異端骨折、臨床的椎骨骨折のリスク評価するためのツールとて提唱された。フラックスによる骨折リスクの評価は、欧米、アジアオーストラリアでの10個法と研究から、検討された12項目の骨折危険因子から、計算される。対象年齢は40から90歳成人で、危険因子は、年齢、 性別、体重、身長、骨折歴、両親の大腿骨筋異部骨折歴、現在の喫煙、ステロイド使用、関節リウマチ、続発性骨粗しょう症、1日3単位以上のアルコール摂取、大腿骨筋異部骨密度からなる。リスクとしては、大腿骨筋異部骨折の家族歴が最も高く、関節リウマチ、ステロイドの使用、 骨粗しょう症性骨折の起用が続く。JPOS, Japanese Population, ベースとオスティーパーイシスでは日本語版フラックスで計算された10年以内の骨折リスクと実際に10年間フォローアップした際の骨折率を比較した比較し、両者に大きな差は認められなかった。フラックスは日本の医療現場でも実用可能と考えられる。フラックスには 大体骨筋異部の骨密度の項目があるが、この項目は使用しなくとも計算された骨折リスクに大きな影響は与えていない。そのため骨密度が測定できない診療所でも利用可能である。フラックスの問題点としては以下の7項目が指摘されている。まずは制作過程が明らかにされていないこと。入力できる骨密度は 大腿骨筋異部に限られているため追体骨折の評価としては不十分な可能性があること。骨折リスクの一つであるステロイドの使用量と使用期間が考慮されないこと。大腿骨筋異部骨折の最大の原因である転倒が危険因子に含まれていないこと。骨折歴では骨折数や部位が考慮されていないこと。プロトンポンプ阻害薬、抗うつ薬、抗凝固薬。 ループ利尿薬など、その他の骨折リスクを上げる薬剤の使用が考慮、されていないこと、40から90歳成人を対象としているツールなのでそれ以外の年齢では利用できないことが挙げられる。骨吸収マーカーである DPD や NTX、トラクップマイナス 5B 及び、骨形成マーカーバップ、P1NP が知られている。人種、体形、運動、 喫煙、食事、アルコール摂取などが要因として知られる。人種では、アフリカ系が骨粗症症を発症しにくい。運動の習慣がなく、痩せた体型、低い身長は危険因子の一つである。骨形成に欠かせないカルシウムを排出させる、動物性タンパク質型の食事、ビタミン D やビタミン K の不足した食事、カフェインの取りすぎ、過剰なアルコール摂取は、食事面における、 危険因子となる。喫煙は、下記喫煙が骨密度を減らす仕組みによって、危険因子となる。骨粗傷症を予防するには、これらの要因を除去すること、具体的には、発症前の運動と食物の内容が重要である。この他に、宇宙飛行士が、当該症状が起こりやすい。無重力が関係していると言われており、宇宙空間に6ヶ月滞在することにより、 骨密度は10%失われる。宇宙食や、運動や投薬で防ぐ研究が行われている。骨粗鬆症の治療と予防のガイドラインによれば、骨粗鬆症の予防には、以下の項目が推奨されている。世界保健機構、風は、2002年に、動物性タンパク質による酸性の負荷、及び、ナトリウム、塩分の主成分が増えると、 カルシウム必要量が増加することに言及し、2007年には、タンパク質による酸負荷があり、カリウムを含む野菜や果物によるアルカリ化は、骨の健康に有益な影響がある。野菜と果物の摂取量が多いほど骨密度が高いという研究結果が、老若男にそれぞれにある。様々な意味で用いられる、カルシウムパラドックスについては、当該記事を参照。喫煙は、 骨に直接的、間接的に様々な基準で採用し、骨粗しょう症を促進する。直接作用としては、ニコチンやタバコ炎中のカドミウムが骨細胞に毒として働くことが指摘されている。間接的作用としては、小腸からのカルシウム吸収の減少、ビタミン D 不足、副腎皮質ホルモンや性ホルモン代謝の変化、引きつえ者よりも低い体重、引きつえ者よりも早い閉経。 非喫煙者に比べて低い活動度などである。これらの直接的、間接的影響によって、喫煙者は、非喫煙者に比べて、オステオカルシンなどの骨形成マーカーが低く、骨粗症症をきたしやすいとされている。日本人の平均カルシウム摂取量と、平均ビタミン D 摂取量は、厚生労働省の食事摂取基準の推奨量に、ややかける実態があることから骨粗症症の患者には、 カルシウムとビタミン D の補充を行うことがある。ビタミン D 血中濃度測定は、カルシジオール 25OHD の濃度で評価し、15NGml37.5nmol/ml 以上であれば十分とされている。食事では、カルシウムは牛乳や乳製品、マイワシ、干しエビ、シジミなどに、ビタミン D はマイワシなどの魚と椎茸や、 キクラゲなどのキノコ類に多く含まれている。またビタミン D は紫外線に当たると体内で合成されるため日光浴も重要である。一般的には冬季では1日当たり20分から2時間、夏季では5から10分くらい日光に当たると良いとされている。しかし天候や緯度にもよるので一概には言えない。屋外で運動療法を行うことで自然に必要な量の紫外線を浴びて ビタミン D を合成することが可能である。転倒予防では退位使介入を行う。抗精神薬、特にベンゾジアゼピン契約、抗圧薬、糖尿病治療薬、薬剤性、パーキンソン症候群を起こすような薬剤など、ふらつき、転倒の原因となっている薬剤の減量や中止を検討して、ポリファーマシー、多剤併用を解消する。転倒の原因となる、 白内障や緑内障を積極的に検索する。夜間の排尿も転倒のリスクになるため排尿障害も積極的に検索する。筋力トレーニングやバランス強化トレーニング、耐久性訓練などを組み合わせた運動療法は転倒率を20%程度抑制し、QOL を改善させるという報告もある。骨粗しょう症は下記の4種類の薬剤。 ビスフォスフォネート系薬剤、セルム及び女性ホルモン、コーランクル抗体、テリパラチドの中から一つを選択して行われる。日本での保健診療では、4種類の中の複数を重複投与することはできない。また女性ホルモン、ラロキシフェン、バゼドキシフェンは閉経後の女性のみに有効である。上記は骨粗しょう症の予防と治療ガイドライン、作成委員会における推奨度である。 A は強く進められる、B は進められる、C は進められる根拠がないとされているものである。2016年時点では、さらに新しいガイドラインが発表されており、蒸気は古いガイドラインである。ビスホスホネート、BP は骨組織に付着することで、破骨細胞に取り込まれる。BP を取り込んだ破骨細胞はアポトーシスに至り骨吸収が抑制される。 その結果骨密度が上昇し骨折の予防につながる。即座に窒素を含まない第一世代のエチドロン酸、商品名ダイドロネル即座に窒素を含むが感情構造を有さない第二世代のアレンドロン酸、ん照明ボナロンフォーサマックイバンドロン酸、商品名ボンビバ即座に窒素を含み感情構造を有する第三世代のリセドロン酸、商品名アクトネルベネット ミノドロン酸、ボノテオ、リカルボンがある。第2、第3世代の BP は、第1世代と異なる基準で骨吸収を抑制するため、1000倍から1万倍も効果が高いと言われている。BP には、ゾレドロン酸、商品名、ゾメタという点滴薬があるが悪性腫瘍による高カルシウム血症で用いられる。日本では骨粗しょう症と指摘された場合、脆弱性骨折を起こした場合、 た疾患でステロイド全身投与を導入され、骨粗鬆症予防が必要とされた場合に bp は投与される。日本のガイドラインでは bp のうち、特にアレンドロン酸とリセドロン酸を第一選択として推奨している。なお、クレアチニンクリアランスで30ミリリットルミンミマンでは bp は使用禁忌であるため、腎機能障害のある場合は投与できない。 骨密度に関しては、椎体及び大腿骨筋二部の骨密度を上昇させる。骨密度は投与開始から5%程度の改善があり、その後はプラトーとなる。骨折の一時予防に関してはあまり効果なく、骨折の二次予防に関しては、椎体骨折、非椎体骨折、大腿骨筋二部骨折のいずれも減らすことができ、かなり効果が期待できる。骨折時は、 在保持が困難な場合もあるので BP を安全に服薬できるようになったら速やかに内服を開始する。BP を投与開始し6から12ヶ月で追体骨折の予防効果が出現し、12から18ヶ月以降になって初めて大腿骨筋異部骨折を含む非追体骨折の予防効果が現れる。長期的な骨折予防効果が持続するかは不明である。 BEP の効果を検証した研究のほとんどはカルシウム製剤と活性型ビタミン d 酸製剤を併用している。そのため BEP を開始する際は活性型ビタミン d 酸製剤 1α ならば0.5マイクログラム0、d、から1.0マイクログラム0、d、程度を併用する。必要があればカルシウム製剤も併用する。アメリカ食品医薬品局 FDA は BP による大腿骨否定型骨折のリスク増加を受けて5年以上使用する場合には継続するべきか再検討するように2010年に警告している。旧薬のプロトコールとしては UK なのものが知られている。BP で最も頻度の多い副作用が上部消化管障害である。食道、胃粘膜に対して刺激が強い薬剤であるため、 逆流性食道炎や食道海洋を起こす。副薬法が煩雑な欠点の解消のため週1回、または月1回のビスフォスフォーネート系治療薬が開発された。薬剤関連学骨絵師、メディケーション、リレーテッドオンジェイ、マロンジは2003年に、学骨の骨髄炎などの研究者であるマルクスが、普通と異なる病態をまとめたレターを報告したのが、始まりである。 マロンチでは、口の中の歯肉の一部がなくなり、蛇骨が直接高校に露出している状態になる。蛇骨骨髄炎の多くは感染源の歯を抜歯すると治癒するが、BP を服用している、感染源の歯を抜歯しても治癒ず、むしろ悪化することがある。しかし因果関係までは証明されていない。抜死を契機に発見されることが多いため、高校内に 侵襲的な処置をする際に BP を中止するべきか、議論されている。BP の破骨細胞での作用が不可逆であることから中止に意味がないという意見もある。BP 開始前に、侵襲的処置が必要かし開始と相談してから、開始するのが最も良いと言われている。悪性腫瘍などに対し静脈注射で高容量の BP を使用した場合の方が、出現頻度が高いが、 骨粗小症で用いる BP でも起こる。骨粗小症では通常は起きないような大腿骨転子下や大腿骨骨幹部骨折を否定形骨折、または異形骨折といい、BP との関連が考えられている。BP の相当余量が多いほど発症のリスクが上がる。3から5年でオッズ比が1.6となる。FDA は 大腿骨否定型骨折のリスク増加を受けて5年以上使用する場合には継続するべきか再検討するようにと210年に警告しているこのような内容を踏まえると BP は初期の数年間以降は骨折予防効果がない可能性3年以上で否定型骨折を増やす可能性があることから BP の使用は3から5年に控えるべきといい意見もある また BP 投与中に異形骨折した場合は速やかに BP を中止する。BP 使用者は心房細動の鬱ッが一定に4と多かった。下記は蒸気の主な4種類の治療薬と共に補助的に使用される薬剤である。単独では骨密度改善効果は期待できない。椎骨が圧迫骨折に至った場合は骨セーメントを注入して潰れた箇所を征服する。 経費的追体形成術が行われる場合がある。骨粗症症とステロイド骨粗症症は、病態が異なると考えられている。エストロゲンは直接破骨細胞による骨吸収を抑制し、NF カッパ B 活性化受容体リガンド、レセプターアクティベーターローンフカッパ B リガンド、ランムルの発現を抑制し、破骨細胞の分化も抑制する。閉経後の女性の骨粗症症では、 エストロゲンの分泌低下によって、前述の抑制がなくなることや加齢によって、骨吸収の増加が起こることで骨量が減少する。ステロイド骨粗症症では骨細胞と骨芽細胞のアポトーシスが主な病態になる。骨細胞と骨芽細胞のアポトーシスにより骨形成が抑制され、骨量に加え骨質も低下する。ステロイド骨粗症症では初めに、 骨の内部の海面骨の骨量、骨質が低下し、衰退圧迫骨折を起こす。後に、外側の皮質骨にも影響が出て、大腿骨頚部骨折や天脂部骨折を起こす。同じ骨密度でもステロイド使用者は、非使用者よりも骨折のリスクが高い。またステロイド骨粗傷症の骨折リスクは、全身性ステロイドの容量依存性で、相当余量よりも、 原材料が骨折のリスクに相関す。ステロイド骨粗しょう症に関しては、日本骨代謝学会が、ステロイド小骨粗しょう症の管理と治療ガイドライン2014年改定版を作成している。また、アメリカには2010年に改定された、米国リューマチ学会のステロイド骨粗しょう症の予防と治療の推奨を発表している。ステロイド骨粗しょう症の予防。 治療において何よりも大切なことは、全身性ステロイドの使用量、使用期間をできるだけ少なくすることである。局所ステロイドや免疫抑制薬を用いるなどして、全身性ステロイドの使用量を減らせないか、常に考えることが必要である。2010年に改定された、米国リウマチ学会のステロイド骨粗症症の予防と、治療の推奨では何ミリグラムまでのステロイドであれば、 骨密度を減らさない、骨折率を上げないというような安全域はないため、全身性ステロイドを3ヶ月以上使う、見込みのある人全員に生活指導をするように推奨している。生活指導をした上で、閉経後女性、または50歳以上の男性、閉経前女性、または50歳以下の男性にけて、治療推奨が示されている。2010年に改定された、 米国流町学会のステロイド骨粗症症の予防と治療の推奨では以下のような生活指導と評価が全身性ステロイドを3ヶ月以上用いる場合は必要とされている。なお、カルシウム製剤と活性型ビタミン D3 製剤の併用は通常は行わない。閉経後の女性または50歳以上の男性の場合はフラックスで骨折リスクを計算する。 10年以内の主要な骨折リスクが10%未満の時を低リスク10から20%の時中リスク20%より大きい場合と低スコアマイナス2.5の場合と脆弱骨折の器用がある場合を高リスクと創別化する低リスク群で全身性ステロイドを3ヶ月以上使用が見込まれないものは薬物療法は推奨されない 3ヶ月以上使用が見込まれる場合でもプレドニゾロン7 5ラム、デイソー等の場合は、薬物療法は推奨されない。しかしプレドニゾロン7 5ラム、デイソー等の場合は、アレンドロン酸、リセドロン酸、ゾレドロン酸の利用を推奨する。中リスク群で、全身性ステロイドを3ヶ月以上使用が見込まれない、ものは、薬物療法は推奨されない。 3ヶ月以上使用が見込まれる場合は、薬物療法が推奨される。プレドニゾロン 7.5mg、デイソー等の場合は、アレンドロン酸やリセドロン酸の投与が推奨される。プレドニゾロン 7.5mg、デイソー等の場合は、アレンドロン酸、リセドロン酸、ゾレドロン酸の投与が推奨される。高リスクでは、プレドニゾロン 5mg、デイソー等量を1ヶ月未満の場合は、 アレンドロン、リセドロン酸、ゾレドロン酸の投与を推奨する。またプレドニゾロン 5mg、低相当量を1ヶ月以上、または、どの容量にかかわらず1ヶ月以上ステロイドを使用の、場合は、アレンドロン酸、リセドロン酸、ゾレドロン酸、テリパラチドの投与を推奨する。平経前女性、または50歳以下の男性の場合の場合、 脆弱骨折の有無と虚児希望の有無とステロイド、投与期間と投与量で薬物療法は決定する。まず脆弱骨折がない場合は十分なデータがない。虚児希望がある場合は長期使用の安全性や胎児への安全性が確立していないため骨粗しょう症治療薬の投与は推奨されない。脆弱骨折がある場合は50歳以下の男性や虚児希望のない女性の場合は ステロイド使用期間が1から3ヶ月で、プレドニゾロン 5mg、低相当量を使用する場合は、アレンドロン酸やリセドロン酸の投与を進むする。プレドニゾロン 7.5mg、低相当量を使用する場合は、ゾレドロン酸も推奨される。ステロイド使用期間3ヶ月の場合は、アレンドロン酸、リセドロン酸、ゾレドロン酸、テリパラチドの投与が推奨される。 脆弱骨折がああるる希望のの女性の場合は、ステロイド使用期間が1から3ヶ月の場合は、骨粗しょう症治療薬投与のコンセンサスはない。ステロイド使用期間3ヶ月では、プレドニゾロン 7.5mg で相当量使用する場合やレンドロン酸、リセドロン酸、テリパラチドの投与が推奨される。プレドニゾロン7 5ラム低相当量使用する場合は、 骨粗しょう症治療薬投与のコンセンサスはない。ステロイド骨粗しょう症は、プレドニンゾロン 7.5mg、例以上の内服をしている群では、早期から骨折リスクが高いという報告があることから、ステロイド開始直後からステロイド骨粗しょう症の予防は必要なる。フラックスが普及する以前によく用いられていた治療対象者は、プレドニゾロン5から 7mg、 低相当量以上、使用期間3ヶ月以上、t スコアマイナス1.0マイナス1.5以下であった。またステロイド骨粗しょう症による骨折リスクが高リスクの場合は、BP の長期投与はやむを得ないと考えられている。比較的リスクが高いステロイド骨粗しょう症において、テリパラチドはアレンドロン酸よりも腰椎骨密度を上げることが、 示されており新規圧迫骨折を防ぐ可能性が示唆されているが、衰退以外の骨折に耐える有用性は示されていない。ステロイド骨粗症症の場合は、定期的な骨密度の測定などのモニタリングが必要である。またステロイド骨粗症症で骨折が起きた場合は、テリパラチドを投与することがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。